クリスティーナ・リンドバーグ・クリスティーナ・リンドベルイは、スウェーデンの女優、グラマーモデル、ジャーナリスト、スウェーデンで最も有名なセンターホールドと、エクスプロイテーション映画のスター。リンドバーグは、姉妹と3人の兄弟と共に、ヨーテボリの労働者階級の家で育った。彼女は、学校で、ラテン語を学び、考古学の勉強を続ける予定だった。高校時代に新聞に掲載された彼女の、 水着姿が注目を集め、男性誌でヌードモデルを始めた。彼女は純真無垢な瞳、甘く可愛らしい要望を、そして金星の取れた体によって人気のセンターホールドモデルになり、ペントハウス誌、プレイボーイ誌、ルイ誌、メイフェア誌に登場した。彼女は1970年6月のペントハウスペットである。クリスチーナは23本の映画に出演した。 そのほとんどがエロティカかエクスプロイテーションかソフトコアの映画だった。最初の映画はスウェーデン人のキャストによりスウェーデンで撮影されアメリカで制作された情欲である。続いて1970年に公開されたヤン・ホールドフス監督のコメディロットンマ・マナドに出演した。この映画はスウェーデンで25万人以上の観客を動員し商業的な成功を収めた。 三本目の映画、露出は、1971年のカンヌ国際映画祭で評判となり、彼女を国際的な有名人にした。その後は、多数のエクスプロイテーション映画に出演、その多くは、ドイツと日本で撮影された。映画、露出の広告キャンペーンの一環として来日し、これが、日本映画への出演要請につながる。日本では、 鈴木即文監督のピンク映画の古典的名作、不良姉語伝イノシシの顔長で重要な脇役を演じ、中島貞ダ監督のポルノの女王日本セックス旅行では主演している。1972年、ボアーン・ビベニアス監督の映画、ゼー、コール・ハー・ワン・アイチ・マミレイの天使で主役のフリカを演じた。クエンティン・タランティーノ監督はこの映画とクリスチーナの演技を称賛した。 そして、フリッカは、後に、タランティーノの映画、キル・ビルで、ダリル・ハンナが演じた赤眼の女殺しや、エルドライバーの着想の源となっている。キル・ビルの中には、不良名語ンイノシシの顔調映のオマージュもある。アクションパロディコメディ、セックス、ラグナービデオバルドでクリスチーナは、フリッカとして、仮名を出演をしている。クリスーナは、ジェラルド・ダミア監督の映画、 フロッシーの西ドイツでの撮影中、ヌードシーンが露骨にエスカレートしていくのを嫌い、撮影を残したままスウェーデンに帰った。ダミアーノは、この映画をハードコアにするつもりだったので、クリスチーナに去るよう説得した。ドイツの制作者は映画を完成させるため、数年間彼女を呼び戻そうとした。ビディオスによると、およそ1000メートルのフィルムがダミアーノによって撮られていたが、 制作は中断したまま二度と再開されなかった。ボーシー・ルベリ1975年、オルガルド・ウェルトンから個人授業を受けた後、シアタースクール、センスコランを受験したが、二次試験まではパスしたものの、三次試験で失敗した。彼女はポピースでジャーナリズムを勉強しながら自ら被写体となり、男性誌に記事を寄稿し続け、ついにはジャーナリストとしての名声を確立した。 1972年、彼女は、ボーシールベリと恋に落ち、後に、彼の航空士、フライグレビン氏のために働き始めた。フィアンセが2004年に亡くなった時、彼女は、スカンディナビアで最も大きな航空士である、この雑誌のオーナー兼編集長になった。中、クリスチーナの日記に基づく、制作順位のリスト。ありがとうございます。